羽生結弦にキス迫ったつわものゆるキャラ登場にファン同様許されると思うなよ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。まさかのキス未遂事件に羽生結弦28のファンたちが動揺している。 ファンの間で話題になっているのは、19日にツイッター上に投稿された一本の動画。宮城県で放送されている NHK の夕方のニュース番組、テレマサの公式アカウントによる投稿だ。羽生は14日に同番組に生出演。投稿された動画は、NHK 仙台放送局のキャラクターやっぺへと羽生の出演時の交流をまとめたもの。 ヤッペーへは吹き出しの形をした頭と心臓丸なめピンク色のたらこ唇が特徴的ないわゆるゆるキャラだ。名前の由来は方言のヤッペーやるぞだという。14日の生放送の時は羽生くんがヤッペーへのかぶり物をこうむったりヤッペーへとハグしたり羽生くん自身も本当に楽しそうでした。ファンの間ではヤッペーへグズが欲しくなったという声も出ていたほどです。 羽生ファン。そんな中ファンの心を乱したのは、19日の動画で映されていた生放送終了後の二人の様子。羽生とやっぺーが並んで記念撮影をしていたのだが、 カメラの方を向いていたヤッペエが急にハニューの方を向くとハニューもどうしたのかと反応するようにヤッペエの方を向きはざっとなのか従前なのかヤッペエが大きなたらこ唇をハニューの口元に近づけていって本誌が動画を確認する限りではキスはすんとどめだったようだが同じ収録スタジオにいた出演者やスタッフからもえそれは、それはどうなの と、やっぺえに驚きのツッコミが入っていた。普段色恋沙汰が聞こえてこない羽生のまさかのキス未推進に、ファンたちは興奮。ツイッター上では次のような投稿が見られた。やっぺえやりやがった。おう。いい度胸してんな、やっぺえやっぺえになりたい人属出案件、やっぺえが地元の放送局で勇者になっているか始末書を書かされているか気になる。 まさかゆるキャラかいからやっぺーに全人類が嫉妬することになろうとはゆるキャラだからって羽乳血源にキスして許されると思うなよ。オタクの総意。羽乳自身は、やっぺーが顔に近づいた瞬間一瞬、驚いたようだが周囲からの、やっぺーへの突っ込みが入ると爆笑。 本人が楽しそうだったこともあり、ファンたちも何度見ても笑える、ヤッペー氏マジで今、着ぐるみ界の上位カーストの頂点に君臨している、www と動揺しつつも、むしろ、ヤッペーに好感を持つ人の方が多かったようだ。羽生血弦プロフィール宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。